S800 S は、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた小型スポーツカーである。略称は S、S8。S800 リアホンダ S500、ホンダ S600 に引き続き、S シリーズの第3弾として1966年1月から1970年5月の間に生産され、それまでと同様に、景品正規製作所製の4連 CV キャブレターと、当庁、 エキゾーストマニホールドを装備している。水冷直列4気筒 DOHC エンジンをフロントへ縦置きとされ、デフから先の動力伝達に2本のローラーチェーンを用いる後輪独立喧嘩が主な特徴である。シリーズ3作目となるエンジンはボアストロークがファイ 60.0mm70.0mm、mm、まで拡大され、排気量は 791cc。 圧縮比は9.21となり、最高出力は 70PS、8000rpm、最大トルクは 6.7kgfm、6000rpm まで向上し、0から 400m 加速は16.9秒、最高速度は時速 160km と発表された。エンジンフードの右側には、パワーバルジがあるが、これはダミーである。ボディタイプも従来通りの、 オープンとシューティングブレーク風のクーペ2種類が用意された。先術の通り、当初はチェーンドライブであり、リアサスペンションはチェーンケース自体がトレーディングアームを兼ね、それにコイルスプリングを組み合わせた仕様だったが、1966年4月に一般的なコイルスプリングと4リンクパナールロッドのリジットアクスルの組み合わせとなった。1968年5月には海外向け、 特に北米向けを基本に、国内向けに手直しした S800M が発売された。フロントディスクブレーキや13インチラジアルタイヤ、オートチューニングラジオ、ヒーター、サブマフラー、さらに、フロントフェンダー、リアクオーターには、サイドマーカーが装備されている。S800M では国内向けはオープンのみでクーペは、廃止された。総生産台数は11,406台。 ありがとうございます。